20代男性、そろそろ共産党の派閥法指定を外してもよくないですか。なんか懐かしいテーマ懐かしいテーマですが、派閥法の指定を外すんじゃなくて、共産党の指定を外すんじゃなくて、共産党と一緒にやっている立憲民主党を指定するべきだって僕は国会で言ったことがあるんだけど、まあ、今はちょっとこうそう距離を取ろうとしているのは、まあ、そういうこと言われたくない、立憲共産党って言われたくないから、まあ、そういうことをね、言い始めて、立憲も距離を取り始めているのかなというふうに思います。